すんじゃねえぞ。このガキ当たったねえのか。もういい。おい、さっさとこの町から出て行けよ。いいな。いやだ。オイラは誰の指図も受けねえ。どこにいようとオイラの勝手だ。そんなに死にてえか。望み通りにしてやる。おい、そこのむしろ持ってこい。砂切りしてやる。はいよ。おい、何やってんだ。早くしろ。親方、なんか気味悪いやつが。なんだ？あの顔、人形みてえだ。目ん玉のだよ。どこ見てんだか、確かに気味悪い。おい兄ちゃん、なんか文句あんのか。俺たちがガキいじめてると思ったら大間違いだぜ。いじめられたのはこっちだ。おい、聞こえてんのか。ま、やんのか兄ちゃん。違う、あいつが見てんの多分俺たちじゃねえよ。あの目。俺たち通り越して後ろ。なんだよ、後ろなんか誰もいねえよ。なんで、ゴミが流れてきただけじゃねえか。なんだ。食われちまった。見てね。まあ、あんたのその顔、目も耳も作りもんだよな。なんで周りがあかんだ。でもその耳じゃ聞こえないんだろうけどさ。ダメだ、おいら目を閉じたら怖くて一歩も歩けねえ。なのに兄ちゃんは杖もなしに走ったり飛んだり。一体どうなってんだよ。え、なんだよ、どうしたんだよ。怪我したのか。